ちょっと今日は、はい、これ、これなぜ？これ昆虫、クワガタの産卵木の割り出しを今日ちょっとわしの師匠が来てるんで、はい、ちょっと開けるよ。だいぶ腐ってきてる時に、うん、もういる。いる？あ、本当だ。本当だ本当だ。これ幼虫。あ、すごいすごい。全部さ、一回分けちゃう。あ、下、死骸。死骸もあった？死骸もある。また行った。へえ。めっちゃね。一匹ずつ入れとこう。何匹取れるか。ああ、いる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 。あ、またいた。うお、産んでるね。うん、いる。なんかカブトムシの幼虫イメージしてたんで、ちっちゃい。いや、これから大きくなるんだよ。あ、そうなんですか。あ、めっちゃほら生まれたてだ。めっちゃちっちゃい。ちっちゃい。あ、じゃあ本当に最近生まれたっていうか。そうだね、最近卵から。うん、あ、スプーンが見せれなかったね。めっちゃいるわ。めっちゃいるね、何個でも取れるね。やばい、幼虫祭りだ。うお、大きいね。わ、ちょっと気持ち悪い。え？こんな可愛いのに？ちょっと待ってよ。割り出し終了で、うん、一応36匹確認できたのに。すごいっすね。大きいのからちっちゃいのまで。うわ、これをまたちょっと向こうのマップに移して、はい、大きくすると。はい、そうですね、師匠。そしてそれをちょっと、これを全部開けるのを手伝ってもらおうかな。はい。誰に手伝ってもらうんですか？アナル第3人。いやです。どうぞ頑張ってください。一人一個だけじゃ手伝います。お、鮭の放流みたいな。大きくなれよっていう。ちっちゃ。これここに入れればいいですか？うん。だって開けちゃった。じゃあ大丈夫。一匹だけお願いします。縁起が良くなるみたいな。タカ一匹持ってってみよう。いらないです。え？どこにある？こんなちっちゃいの。ガーとか出てきてるやつ。ガーは出てこないわ。コバエは出てくるけどね。クワガタじゃなくてガーだったのがやつですよ。それはない。それはそれでちょっと面白いかもしれない。こんなちっちゃいのよ。先生、終わりましたか？うん、しばらくさ、このマットで成長させて、また大きくなったら掘り出すからね。次回なんだ、師匠？ダイオヒラタ。ダイオヒラタに割り出し。スマトラと。スマトラ。スマトラを。じゃあちょっと第2弾、交互期待。うん。